4月22日に C に行った際に購入したものを紹介したいと思います。で、これもアプリです。で、今回購入したのは、この2つで、なんか袋がついてきたってよくわからない。どれにちょっとついてきたのかわからないので、とりあえずこれに置いておきます。で、まず、メインの前にこちらを紹介したいと思います。これ以前も買ったやつです。キーチェーン。日付とかが変更できて、映画の監督の、監督ってカットみたいにできるやつ。裏だね。カットみたいにできるやつ。パチンコのやつ。そう。で、ここを回すことによって、この日付とか、年数とか日付を変えられる。俺もう一個買おうって思ってたけど、品切れてて買えなかったので、再販してたんで買いました。買いました。で、まずこれが以前も購入してる、購入して使ってるキーチェーン。日付変更できるキーチェーン。映画監督みたいになれる。で、こちらがメインになります。今回の。これチンパがどうしても欲しくて、購入しました。光るおもちゃです。光るおもちゃです。で、まずタグ見せちゃいます。お値段の方が2500円。さっきのやつ言ってない。あ、言ってます、ちょっと。で、こんな感じで遊び方は。スイッチをオンにして、鍵を差し込んで回すと音が鳴って光ると。で、そう、回すごとに音や色が変わるっていうやつです。で、電池はこのなんだよ。何電池って言うんだっけ、ボタン電池だ、ボタン電池ですね。コイン型リチウム電池 CR2032 を2個。使います。でもこれは最初もう入ってるの？入ってる。じゃあ、ちょっとやってみます。いいかい？ちょっと電気消させていただきまーす。ここに鍵穴がついてて、この何？バス？そう。で、まず裏だわ。やり忘れた。裏して。これをオンにします。オフになってるんで、買ったばっかりの時は。これをオンにします、まず。オンにして、で、鍵穴に鍵を、じゃあ電気一回消します。鍵こんな感じのミッキーです。あ、これ消さない。いくよ。はい、じゃあ行きます。うん、じゃあ電気つけますっていう感じです。5種類あるみたいです。一応向かってみよう。つけてもついて見えるの？あ、見える。青色ランプです。黄色です。緑色です。到着です、みんな。で、赤色です。面白い。で、このここにミッキーがついてます。まーす。ここ紐は長さの調節はできないです。できないです。かなり長いね。だから首からかけられるようになってます。まーす。でもなんかちょっとね、なんか大丈夫かなって感じはするかな。ストラップの紐みたいな、もしかしたらブチっていくか。そうそう、なんか貧弱、ちょっとそこは。ディズニーリゾートクルーザー。でも光るおもちゃの商品としてかなり面白い方かな。鍵入れて回すのもすごい。うん、面白い面白い。で、まあ終わったら一応これはオフ。オフ。帰りはね、ちゃんと。あとは回さないと光らないから。そうそうそう。こう首から下げててずっと光ってる系ではない。そうそう。だから忘れないね。ただな、子供が好きそうなんで、なんだっけ、そのアトラクションとかに乗るときはちょっと親が預かった方がいいよ。そうしないと、そう、子供がいじくってやっちゃいけないところになっちゃうと、光ってなっちゃうとあれだからな。びっくりしたの周りが。びっくりしたとスタッフも飛んできちゃうかもしれないんで。そういうとこは気をつけた方がいいと。な。まあでも大人は鍵を回さない限り大丈夫だから、自分の好きなタイミングで、やっていい場所で好きなタイミングで、やれるから面白いと思います。っていう、あ、そう、あと袋ね。まず出てきたけど、最初に言ったけど、何の袋か知ってる人いるかな。いや、まあ普通ピアスとかそういうの入れるんじゃないの？わかんないけど。
ね、うん、なんだかよくわかりません、まあ、まあ、一応これ入りそうっていうこのなんで日付変更のキーチェーン2個目と再購入とこの光るおもちゃの購入、まあこっちがメインっていう商品の紹介です。でもこの光るおもちゃ結構満足してます。面白いなって。ミッキーとか、ミッキーとかじゃミッキーの声が聞けるし、すごいね、うん、いいなと思います。だからまあ売ってると思うんで、ワゴンとかだとレジ前に売ってました。まだ新しい商品だからな、うん、だからまあ見かけたら購入してみてもいいかなと思います。自分たちは満足してます。で以上です。